今まで温暖化という問題をですね、一応科学の問題として、まあ、捉えてたんですが、これを少し社会の問題として取り上げてみようかと思いまして、まあ、日本人だけが二酸化炭素を悪者と思っている理由は何だろうかということをまあ考えてみることにしました。第1回は傲慢とコンプレックスの同居というのをつけました。人間とは非常に難しいものでですね、まあ、自分に自信があって、まあ、他人をまあ上から目線というような人はですね、 傲慢で、まあ、あるというのは、まあ、我々と納得できるんですよね。<laughs> それから、いつもビクビクして自信がないという人がコンプレックスを持ってるっていうのは、これもわかるんですがえ、傲慢であってコンプレックスがあるっていう人も結構いるんですよね。えこれが同居してる人は実にややこしくて、こうなんかこう出方が難しいっていうかですね、まあ、そういう感じがするんですが、しかし今の日本人の大半が、 まあこういう感じじゃないかと。まあそう言うと少し残念なんですけど、そういう感じがいたします。まあ実は温暖化で二酸化炭素を悪者と思っている人が日本では大半、まあほとんど全員じゃないかと思うんですが、えー、世界では二酸化炭素を減らそうとしている国はほとんどないっていう、まあ大きな矛盾があるわけですね。まあ、北アメリカにはカナダ、アメリカ、メキシ、アメリカ合衆国メキシコを中心としてですね、多くの国がありますが、まあ、二酸化炭素を減らそうとしている国はありません。 南アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、チリとかボリビアとか、まあ、山ほど国がコロンビアとかあるんですが、ここも、えー、二酸化炭素を減らしてる気は、減らす気はありません。まあ、実に陽気な人たちなんで、あまあ、あのー、うん、あれですね、えーまあ、100年後の気温を心配して、今日の電気を消すっていうのは、まあ、それはもう非常に極端なネクラ行動ですからね、やっぱ彼らには理解ができないわけですね。 アジアもま、これほど多くの国があるのに、二酸化炭素を問題にしている国は実は日本だけで、アフリカもちろんなしと。ヨーロッパですらですね、まあ、環境意識が高いと言われておりますが、南ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシア、また、えー、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、えー、スウェーデンといったですね、え環境にうるさいという国ですら、まあ、二酸化炭素を減らそうとはしてないわけですね。あえて世界で言えば、イギリスとドイツと日本なんですが、 イギリスは、まあ、プラス5%。これは私の場合はですね、あの必ず実質を言うことにしています。まあ、国際的な条約というのは難しいんで、共闘会議では1990年を基準にしておりますが、共同会議自身が1997年に行われておりますので、まあ、実質削減目標という点で言えば、イギリスはプラス5%、ドイツがプラス11%で、世界で日本だけが唯一マイナス、つまり 二酸化炭素を減らそうううととといいことでで国国民的に合意があったという非常に不思議な国なんですね。世界広くてまあ150カ国ぐらい、まあ、細かいのも数えるともっとあるんですがその国があるのになんで日本だけが二酸化炭素を悪者にしているのかということを例えばこういう聞き方をすることがあるんですねなぜ日本だけ二酸化炭素を減らそうとするんですかとアメリカも中国もどんどん出しているのにと聞きますとね 彼らは温暖化の恐ろしさを知らないバカなんだと。経済優先だからねと答える人が多いんですね。私には非常に傲慢のように見え、思います。まあ彼らはよく考えてると思うんですね。えー、もちろん、経済優先すると言ってもですね、まあ日本で言っているように、まあ二酸化炭素が増えて温暖化すると経済、国自身がダメになっちゃうと地獄になるっていうんじゃですね、経済の中に温暖化が入るはずですからね。 で、元々実は二酸化炭素で温暖化するという警告したのは1988年のアメリカで、まあ、その次にドイツ、それから日本が追従したに過ぎないんですね。で、今、25年経ってアメリカやドイツが二酸化炭素温暖化の原因でないと変えたわけじゃないんですよ。彼ら言ってるのは終始この25年間ですね。恐ろしいけど対策はいらないと言ってきたんですね。なぜ日本だけが対策を取ってるのかと。 日本人が金閣玉状のようにしている IPCC という国連の機関ですね。温暖化の政府間パネルというもんですが、これはアメリカが元々作ったもんですね。1988年。賛成した、その時賛成したのはイギリスとドイツで、日本は後から追っかけていったんですけども、現在では日本は小学校でも教えているわけですね。そんなことを長期戦略の得意なアメリカがなんで動かないのか。そしてまたなぜ日本は言い出しっぺの アメリカはやらないのに一人頑張ってやってんだろうか。もう今は二酸化炭素を減らすっていうのはもう日本ではね、いいことの塊みたいになってるんですよね。ところがね、もう一個はコンプレックスがあるんですね。そのコンプレックスの一番大きいのがですね、実は世界で日本しか二酸化炭素を削減しようとしていないのに、外国の任意団体ですね、NPO。に NPO にもひれ伏しちゃうんですね、日本は。えー 日本は真面目に二酸化炭素を削減しようとしてないので化石症を授与するというとですね、これが日本の新聞に大きく出るんですよ。まるで慰安婦と一緒ですね。事実がどうであるなんてか関係ないんですよ。慰安婦とか南京事変と同じように、まあ日本人は自虐的ですからね。とにかく日本語を悪くやつは喜ぶんですよ。で、それをまず反日日本人が日本を悪く言うとですね、もう他の日本人は嬉しくなっちゃってですね、 それに従って、あたかもそう言ってるうちに日本人の意見のようになっちゃうんですね。もう日本が化石賞をもらったらしいってったら本当みんな嬉しそうに言うんですよ。えー、そんなに日本人ってダメなんですかつって喜んじゃうんですね。もう一つはもちろん白人コンプレックスですね。日本は世界でも最も古い歴史と文化、高い文化を持つ国でありまして、学問、文学、芸術、社会、科学、平和など何をとっても世界のトップクラスなのに、コンプレックスなんですよ。 かつては中国コンプレックスですね。中国でやってることは何でも正しいんだと言ってる時代がありました。そして明治以来以後はですね、白人コンプレックスから抜け出すことができません。まあ、私も本当に苦労したんですけど、ドイツがリサイクルしてるからリサイクルは正しい。ドイツが太陽光発電をやってるから太陽光発電が正しい。という論評なんですよね、論。論理なんです。だから戦前ドイツにはヒットラーという偉い人がいるから、ドイツは偉い。と言って、まあ戦争を追従したんですね。 つまりドイツって言いますとね、この印籠が目に入らないのかって言って日本人ははハーと平服するんですね。情けない国民ですね。ある意味で残念ですけどね。アメリカの元副大統領の自宅、これは事務所ではなく自宅なんですが、の1ヶ月の電気代が30万円なんですよね。それでも彼が節電しようと呼びかけるとですね、情けないことに日本の女性がですね、そのアメリカ副大統領の言ってることに感激してブログを書くわけですよ。 私は結婚式になると、信じてもない若い二人がイエスの前に愛を誓い、そして綺麗な黒髪を茶髪に染めているの、まあそ、茶髪に染めるの悪くはないんですけどね。この茶髪に染める中に白人コンプレックスがないのかなと思ってしまうんですね。まあ、しかし、仕方がないことですね。日本人はこの自分だけが正しいんだという傲慢と、 他人がやってることに付き従うというコンプレックスが同居してるわけですね。まあ教育者として私はどういうふうにこうちゃんとした、今日は実はこの後、え、高等学校に講演に行きますが、まどうして立派な国民をこう教育できるのだろうかと、まあいうふうな思いで今この録音をしておりますが。なんでこんなに奇妙な国民になったんだろうかとも考えますね。えー、なぜ、え、自分で判断しないのかと。 まあこんなふうに思うわけです。まあ、それはもちろん NHK が、東大教授が悪いんですけど、まあ、NHK の東大教授がこれほど悪いと分かってるのに、まだ追従するっていうか、まあ、コンプレックスがあるんですかね。ちょっとよく分かりません。また続けます。